はい、まっこねーです。今日も、ルビール放送局、キかりダイエットウォークをご視聴いただきありがとうございます。実はですね、今は11時半、お昼ちょっと前です。ヒルビール放送局のキかりダイエットウォークは、毎朝4時45分から、歩いて職場に向かう最中に収録してるんですが、もちろん今日も収録しました。 で、保存ミスもありませんでした。しっかり録音ボタンも押してました。でも、なんか乗り切れなくて、なんかあの欲求不満で、これはちょっと撮り直しちゃおうかな、と思って始めたのが、今の収録です。で、えっ、ー、と、朝喋った内容はスプーンに載ってるので、まあ、ものすごく興味ある方は、今日の朝の内容をスプーンの方でご確認ください。 そうまあ、どんな話をしてたかというと、あの今日はね、私は掛け事が嫌いなんだよって話をしてたんですけども、まあ、終始ね、掛け事が嫌いというお話はしたんですが、なんで嫌いなんだろうってところを自分の中でしっかり掘り下げてなくて、まあ、あのお仕事しながら考えてたんですよ。なんで私は掛け事がそんなに嫌いなんだろうって。うんまあ、その中であの一通りのね、ああ もしかしたらこうかもしれないなという結論があって、まあそこについて触れてないのは、本当片手落ちじゃないかなと思ったんですよね。まさに本当ただ雑談を喋ったとけみたいな。うん、言ってしまえばテレビ見ながら、えっと自分の思ってることはペラペラ喋ってただけみたいな。まあそれじゃあちょっとね、えっと、もうちょっとね、私もレベルアップしていきたいなって思うわけですよ。うん、毎日喋ってて。 というのは、やっぱね、あの、日曜日から木曜日まで私、私はあの、朝、仕事行く時に、毎日喋ってるわけですよ。となると、となるとですね、あの、休みの日にね、喋ってないとちょっと寂しい。<laughs> 今は、あの、んと分かりだよと多くと、あの、エミキャスト両方喋ってるじゃないですか。だから、下手すら1時間半ぐらい毎日、あの、一人ごと一人でね、ずっと <laughs>、喋ってるんですけども、 まあ、それがね、突然ない日があるっていうのは、やっぱ寂しいなっていうふうに思ってたんですね。まあ、どうせなら、もっとクオリティの高いお話を、あの、皆さんに提供したいなと思ってるんですが、まあ、何分ね、あのー、まだ、あのー、素人も素人のペイペイなので、まあ、時間をかけて少しずつ、あの、経験を積んでいくしかないなと思ってる今日この頃です。まあ、それで、えっと、今日なんで、急に掛け事の話っていうふうになったかというと、 あの、昨日ね、高宮杯があって、まあ、競馬のね、短距離の、春の短距離ですね。はい。まあ、盛り上がったそうですね。そう。でもね、私、あの、競馬っていうか、まあ、競走馬、サラブレッドを見てるとなんか痛々しいんですよ。うん。まあ、競走馬に限らないと思うんですが、あの、まあ、四足歩行でね、あの、歩く。 あの、歩くとか走るあの動物、どれ、まあみんな多分そうだと思うんですけども、あの、まあ人間ももちろんそうですよね。歩きながら、あの、体内の血液を循環させる重要なポンプが足にあるわけですよ。まあ人間の太もももそうですけ。で、まあやっぱり怪我しちゃうと、もう、あの、安定して、あの、<laughs> 血が循環できないってことで、まあ殺処分になっちゃうっていうことも、まあ過去にね、どんな名馬でも、あの、怪我したばっかしに、もうその、まさにその、競馬場の中で、もうその場で殺処分っていうこともあったわけじゃないですか。いろんな悲しいことが。まあね、そんなリスクをなんか人間の都合で生み出したサラブレッドですよ。後輩をね、<laughs> あの、あれこれ後輩を研究して、まあ早い馬を作るために作ったサラブレッドですよ。 彼らの人生をね、本当走ることだけ、速く走ることだけにもう集中させて、あのー、まあ、使い捨てのように、だって、まあ、馬だって、3歳で、3歳で初めて、あの、競馬場で走って、で、4歳、5歳、そう、もう本当本当に活躍できる時期なんか、ほんと一瞬じゃないですか。なんかね、それを、 見てると、やっぱ、あの、競馬のサラブレッドの、あの、なんかなか息の短さというか、あの、どんなに素晴らしい馬でも、ほんと一瞬っていうのを、なんかね、虚しさというか、寂しさとか、悲しさっていうか、を、ものすごく感じるんですよね。まあ、まあ、だから、掛け言葉、掛け言葉じゃなくて、私はね、あの、サラブレッドを見てると、なんか痛々しくて、ま競馬はね、なんか、 あの、直視できないっていうのは正直なところです。はい。だからだってね、賭け事が、まあ、もともと嫌いっていうわけじゃなかったと思うんですけど、あのー、私はね、お金を持っていかれるのが嫌なの。<laughs> 多分ね、小さい頃からそうだったと思うんですよ。あの、うちはね、お正月にあの家族で花札をするんです。 というのは、お母さんがね、小さい頃から、あの、花札が好きだったらしくてあの、よくね、あの、女の子なんで、女の子同士で集まって花札やって、まあ、かけて、お小遣いを、あの、あっち行ったりこっちったり <laughs> っていうことをしてたらしいんですよ。なんか、それがね、あの、問題になって、あの、学校ですごく怒られてたな <laughs> っていうことを、うちの母さんの中か言ってたことがあったんですが、まあ、そんなこともあってか、あの、お正月に、あの、家族で、あの、花札するっていうシーズンが結構あったんです。 まあそれは、あの、花札というの、名のお年玉回収の機会みたいな感じで、まあ最終的にはお母さんにごっそり持っていかれるんですけども、まあそれはそれでね。<laughs> <laughs> まあそんなことがあってからか、やっぱりあの、どことなく掛けごとをしてお金をも、お金がなくなるっていうのがやっぱり嫌なんですよね。うん。あの、増えるって、 っていう経験よりも、亡くなったっていう経験の方が圧倒的に多い気がして、なんかね、私は、うんと、まあ、ちっちゃい頃から賭け事が嫌なんですよね。はい。賭け事するんだったら、最初から負けた方でいいよ、みたいな。うん。例えば、あの、なんか好きな食べ物をね、プリンでもいいですよ。友達同士と賭けをして、勝った方がプリンを食べる、みたいな感じの場合、 もう小さい頃から私は、いや、私、あの、勝ち負けってか、あの、そういうのやりたくないから、プリン食べていいよって、私我慢するから、みたいな感じのタイプだったんですよ。そう。勝負ことで負けるのが怖いから、しないみたいな。まあ、そういうところがあったんですよね。うん。まあ、そんなのもあったんですけど、うんと、まあ、中学、高校ぐらいになると、まあ、休み時間とか、みんなでトランプするわけですよ。トランプ。うん。 まあ、あの、ローカルルールいろいろあって、まあ、貧民とかね、大貧民とか、あの、セブンブリッジとか、あと、まあ、あの、いろんなゲームが、地域地域によってね、いろんなゲームが違うと思うんですけども、まあ、それをしながら、やっぱ、あの、お小遣いをかけるわけですよね。で、私はね、高校って実は、あの、1年浪人して入学したので、みんなより一切年上だったんですよ。そう。まあ、それは多少コンプレックスで、まあ、学校の中でもなかなか友達ができなかったんですが、 あの、もう元々ね、コミッションなので。うん、今は、あの、人とね、実際にお会いして喋る分には、そんなにコミッションってことはないんですけども、まあ文章、ね、文字情報のやり取りは、まあ、壊滅的、壊滅的なコミッションですね、今でも。うん。そう。もう絶望的。<laughs> そう。まあ、自分の思ったことを一方的に、あの、言ったりするのは平気なんですよ。うん。ただ、相手からもらった情報に対して、あのー、 やり取りが本当に、一回二回のやり取りはいいんですけども、もやり取りが続いていくのが嫌なんですよね。なんで、もう LINE もメッ,センジメッセージもね、まあそういうツールは、私とは、私はね、あんまりというかできれば使いたくない。まあ現在使ってないんですけどね。うん。LINE すら使ってないもん。<laughs> そう。うん。まあそんなわけでですね、あの、 うんと、掛けごとは嫌いだったんだけど、まあ、高校生の時に戻る、話戻ると、やっぱ高校生の時に、まあ、友達としてね、うんと、まあ、仲間に入れてもらえるだけで嬉しかったわけですよ、私としては。まあ、その中で、あの、掛けごとするんだけど、やっぱね、あの、普段からもう、勝てない。っていか、あのもう、勝つイメージが私の中でないわけですよ。まあ、そうするとね、勝てないんですよ、本当に。<laughs> <laughs> 負け癖というか、まあ、私のね、潜在意識はもう、お前は勝負ごとし、賭けごとしても勝てないんだよっていうふに言ってるかのように、勝てないんです。はい。まあ、そんなわけで、あのー、私の手元からどんどんお金が逃げていくんですけども、まあ、それはね、まあ、学生から今に至るまで全然変わってないんですけど、まあ、そんな経験の中で、 やっぱり勝つ人は勝つんですよね。で、負ける人は負けるっていう中で、やっぱ負ける、負けると思ってる自分がどんどんやっぱ掛け事嫌いになっていて、まあ仲間の輪にも入らず、まあ、あの見てるのは好きなんですよ。勝負を見てるのは好きなんだけど、実際に自分がプレイヤーになるのは好きじゃないっていうような状況になったんです。うん。まあそっからね、あの、大人になっていくと、まああの、 高校生らいになると、まあ、友達はね、パチンコとか、スロットかね、ハマったりする人もいるし、競馬に興味あって、あの、ウィニングイレブンとか、えっと、競馬のゲームあるじゃないですか。まあ、そういうのにハマってる方もいっぱいいらっしゃったんだけど、私もね、あの、その頃ね、シミュレーションゲーム大好きだったんで、あの、競馬のゲーム、ウィニングイレブンだったかな、なんだったかな、ダービースタリオンかちょっと忘れちゃったんだけど、やってみたことあるんだけど、なんか面白くないんですよ。 うん。馬を育てるのは楽しいんですよ。でも、育てた馬が勝ったかどうかっていうのは、まあ、興味なくて、あの、うんと、馬がどん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 強くなって速くなっていくのは好きだけど、まあ、それに勝とうが負けようが、まあ、ゲームの進行上、一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 、言しても、なんかあんまりそれが楽しいと思わずに、まあ、長続きしないでやめちゃったりしましたね。 うん。それだったら、三国志とか、信長の予防みたいな国取り物語の方が達成感があるって感じなんですよ。うん。まあ、そういうふうな感じだったんですが、そのね、学生の頃っていうのは、私はね、あの、アルバイトもしてなかったです。うん。まあね、あの、アルバイトはしてなかったというのは間違いっちゃ間違いだけど、 アルバイトというよりも、あの、冬とかね、あの、私、一年、あの同、中学校の時の同級生はもう一年先輩じゃないですか。だからまあ、あの、先あの同級生は車を持ったりするわけですよ。免許を持ったり。まあ、そこで、あの、学校をサボって、あの、アパートを持ってる不動産屋さんとかに営業をかけて、雪下ろしの仕事を受注して、 で、そして、あの、雪下ろししてお金もらって、えっと、小遣いにしたりしましたね。うん。まあ、今思うとね、まあ、高校生で、まあ、雪下ろしベンチャーやってたり、感じなんですけど、そう。なんかその時は、あの、いろんなアイディアが浮かんで、まあ、すぐ行動できる。あの、ちょっとね、やんちゃな友達,達もいっぱいいたので。うん そうだったんですが、私はね、どっちかというと学校よりも学校外で、まあいろんな活動をしてたところがあって、まあ学校の中ではそんなに楽しい生活じゃなかったですね。はい。まあその学校外の話はまた機会があったらお話したいと思うんですが、まあそれにしてもね、あの手元にあの私はアルバイトしてなかったね、お金らしいお金は大した持ってなかったんですけど、けど、まあ時はね、バブル崩壊が見え隠れする時ですよ。 私は高校卒業した時にはもうバブル崩壊してましたから。うん。で、まあ、あの、バブルのあの、残像、ちょっと残ってるような時代の中で、まあ、うちの父親っていうのは割とパチンコ上手で、<laughs> あの、私の同級生とかもうちのお父さんにパチンコの、パチンコ教えてくださいって来るような感じの人だったんですよ。まあ、お父さん曰くね、パチンコはあの、1日10分打ってみて、これ今日ダメだなと思ったらやめられた方がいいと。 そ,うその10分でその自分とかその日の流れをキャッチできるかどうかが勝負の分かれ,分かれ道だって言ってましたね。うんまあ、私もね、まあ、父親が言うことはまあ分からんでもないんですけども、まあ、私はね、あのパチンコが、パチンコね、まあ、小さい頃はさ、ほらあのまだあのパチンパチンって弾く、スマートボールみたいにパチンパチンって運ぶ、あの飛ばす。 パチンコがあって、まあお父さんがパチンコ好きだったんで、まあよくねお父さんについていて、隣に座って見てたりさ、あの、落ちて玉拾ってジュースもらったりなんかしてたんですけども、まあなぜね、タバコの匂いが、パチンコ屋さん当時はあの、タバコもくだったので、まあタバコの匂いがもう嫌で、あの、まあ私はパチンコはあんまり興味持たなかったですね。まあただあの、同級生の男の子とかは、まあみんなパチンコに興味あったりとかしてて、 うー,うーん、そんなに面白いかなとか思ったんです。ただね、あの、それからずいぶん経ってから、ずいぶん経ってっていうのはもう、もう10年、20年ぐらい経ってから、あの、パチンコじゃないんですけど、あの、ゲームセンターのコインゲームにハマった時期あるんですよ、私。 うん。あれ、いくらコイン出たところでお金にならないじゃないですか。だから私の中では賭けじゃなくて、ただのコイン集めゲームなんですよね。あれね、コインゲームは私ね、全然、あの、賭け事じゃなくて、もう楽しくて仕方ないの。本当コインが溜まっていくだけでもうもうワクワクする。でもあれがね、多分賭け事になっちゃうとテンション下がるんでしょうね。うん。 まあそこのね、なんで私書き事が苦手かなっていうふうに、あの、自分の中で、まあ、お仕事しながら考えたわけですよ。そうすると、あの、一つは、あの、私自身が自分で、あの、働いたお金を、私が望んでないのに、たまたま流れの中で出して、あの、出ていってしまうっていうか、あの、消えてしまうっていうのが嫌なんですよね。 まああの、うんと、私もね、今でこそ16時間断食してて、あの、食べるものも、まあ、金調整してますけども、まあお金が、まあ、あの、そんな全然考えてないときは、普通にあの、小腹が空いたコンビニ、えっ、ー、と、なんか眠れないコンビニ、えっ、ー、と、 うんとなんかやることないな、コンビニみたいな感じで。コンビニ行ったらパン、カップラーメン、えっ、ー、と、チョコ、スナック、ポ,ポップコーン大好きなポップコーン、なんか買っては食べてみたいな感じで、まあ、あの、うんと、お金があるうちはお金使っちゃうみたいな感じのタイプなんですよ。うん。もともとね。だからまあ、あればあれだけもうこれとこれとこれっていうふうに計画性もなく使っちゃう癖があるんです。はい。まあ、今でこそね、うん、あの、 ちょうどね、うん、と16時間大時期を始めた時期と YouTube に再を復帰した時期がまあ一緒だったんですけども、大体一緒だったんですけども、まあ、YouTube というか今はポッドキャスト、本当はあの私はスマホ1台とパソコンしかない、うん、あとスタンドがあるぐらいなもんで、それ以外に何もないので、まあ、本当はね、えー、っと、もうちょっといいマイク使いたいとか、えー、っと、もうちょっとね、あの、まともなパソコンで、 あの編集の作業を早くしたいとか、あの、お金のかけようはいくらでもあるわけですよ。でもまあ、最低限のところでやってます。はい。このね、スマホも、あの、お金がないときに前のスマホが壊れちゃって、あの、アマゾンの、うんと、アマゾンデーかな、年以下やってるアマゾンデーのときに、なんかもう、最終日にもう、うん、買っちゃおうと思って買っちゃった中華スマホで、まあ、これがね、1万1000円ぐらいだと思うんだけども、 割引で1万1000円ぐらいだったと思うんだけど、まあまあ、性能が悪いの何のって。<laughs> まあインスタグラムとか、あの、YouTube で私の写真を見たことある方うん。あの、このポッドキャストは YouTube 中心に発信してますけど、あの、YouTube のポッドキャストは一応動画挟んでるんですね。で、動画の中で出てくる私の写真っていうのは、この収録をセルフに撮った写真で、まあ大体オンタイムで、 あの撮った写真なんですよね。まあ、それで。えっと。なんだ。あ、あそういう写真一つでも。本当ね、あの。写真家。小川誠としても、思うんですけども。まあ。ぶっちゃけ、普通に考えて。もうカメラいらないなと思ってますよ。うん。あの、私が今、今撮ってるぐらいのクオリティの写真だったら。あの、うんと、スマホで、もっともっと十分。うん。 高性能な,のなスマホのカメラいっぱいありますからね。そうだからってあのじゃあ、スマホじゃなくてカメラの専用のカメ,カメラが専用のカメラが悪いかってわけじゃなくてもちろんカメラ専用のカメラがあのもうすごいいいんだけどだからってあの YouTube とか、まあ、せいぜいモニターだって、まああのうんとね、タブレットぐらいの大きさじゃないですか見るたって。 まあ、本当のところわかんないですけども、YouTube を家のでっかいスクリーンで見るって人ってあんまりいないじゃないですかうん。まあ、おっきいスクリーンで見るって人を大前提にした、あの、高画質な、あの、えっ、ー、と、映像作るってなればちょっと話は違いますけども、ぶっちゃけ、あの、いいところパソコンのモニター、まあ、せいぜい20インチぐらいみたいな感じで見ると、まあ、あの、わざわざ、 あの、カメラ、専用のカメラを使うほどの問題もないなと思ってますね。私はスマホで十分じゃないかなと思ってます。ただ、機能面で考えるとね、あの、ピンとか合いづらいとか、まあ、いろんな問題があるので、まあ、あの、うっと、よりね、よりクオリティを自分のね、発信する側として求めていくんだったら、やっぱね、あの、アクションカメラがいいなと思う時もある、ありますよ。で、デジカメ買っちゃおうかなとか思う時もあるんだけど、 でもまあ現状はあの優先事項はダイエットなのであのダイエットのためにお金は使ってるって状態です。でですね、まあ私がね、掛けごとは嫌いな理由はまあ先ほど言った通りにあの自分で稼いだお金を自分が求めてるわけじゃないのにあの出ていくっていうのが嫌だっていうことなんですがあの学生の頃はもうちょっと違ってあの ぶっちゃけお父さんからお小遣いもらってたわけですよ、お父さんかお母さんが。まあ、人からもらったお金を、あの、そんなあの、自分が本当求めてるわけじゃないものに使うのは嫌だっていう感覚だったんですよね。そう。まあ、今回お話ししませんが、ぶっちゃけね、あの、お父さん、お母さんから借りたお金今、今も返せてないんですけども、まあ、私自身は大きい家計にパッて、あの、お金を突っ込んで、もう、 あの、ボロボロに負けちゃったっていう経験もあって、まああの、うんと、お金に関しては、まあ私は本当だらしないです。はい。だから、うん、私はお金持ちにはならない方がいいな、ぐらい思ってる。まあそう思ってるからお金持ちにはならないと思うんですけども、まあね、必要なぐらいはいるっちゃいる。もう、<laughs> まあいるはいるんですけどね。うん。ただ現代は、あの、 大体月1二11、2万ぐらいの収入ぐらいしかないんです。うん。そう。まあ、下手したらあの、うんと。ねえ、えっと、生活保護をもらってる方の方がもらってるかもしれないですね。はい。人によっては。うん。それくらいしかもらってないんですけど、まあまあ、幸いミニマムな生活で成り立ってるし、あのー、まあ、やりたいことはやれてるので。そう。まあ、16時間ダイエットもやれてるし、 あの、YouTube も発信もできてるし、そう。まあまあまあ、今のところはそれで満足と。<laughs> もちろんね、あの、今後はあの、うんと、脱毛にお金かけたいとか、まあ自分の体にあのしっかり投資していくってなれば、まあお金必要になっていくので、まあなんとか仕掛やがなきゃいけないんだろうな、とか <laughs> 思っちゃいるんですけども、まあ現状はね、ミニマムな生活をしています。 そう。でも私はね、大丈夫なの。うん。3年後には多分 YouTube だけで生活できるようになっているので。うん。でね、まあいろんな人が YouTube はもう終わったとか言いますが、確かにあの、うんと、一時期みたいなバブリーな時代じゃなくなったかもしれないけど、まあ今後あの安定期ではあることは安定期であると思うんですよね。まあ、あの YouTube がどのように変化して変わっていくかっていうのを楽しみながら、まあ YouTube ちょこちょこやっていきたいと思っています。 うん。まあ、そんなわけでね、あの、掛け事と自体は、本当に、うんと自分のお金が出ていくのが嫌なんで、嫌いっていう感じなんですけども、まあ、ね、ここでまた、軽和に話が戻るんですが、皆さん、あの、うんと、う娘、そう、あの、<laughs> プリティダービー馬娘だったかなちょっとタイトル忘れちゃったんだけど、知ってますかうん。私ね、あの、実は、アニメで、あの、う娘が放送されるの、 に、あの、されてたんですけども、その2期が始まるまで、馬娘ってものを知らなくて、そう、まあ、聞けば聞くほど面白いみたいな。うん。まあ、あの、馬娘ほど、あの、大政の辞吟、あの、擬人化がうまくいった作品もないですよね。まあ、大政、ま、あの、競馬のサラブレッドと、あの、ジョキの話の、 物語って結構ね、映画、映画じゃなくて、アニメも漫画もいっぱいありますけども、うん、あのー、マムッセ見見たときは、本当なんか、あの、実際にあった、あの、エピソードと、えっと、アニメの、 まあ、うまいところを掛け合わせてて、まあ、本当に、いや、よくできた物語だな、と思って見てました。まあ、現在ね、あの、ヤングジャンプだっけ、ヤンジャンだと思うんだけど、まあ、新しいシリーズ、漫画をやってますし、まあ、今後ね、また3期、4期ってできていくと思うんですが、まあね、あの、あれくらいね、さ、あの、 あれくらい、まあ、あの、ハッピーエンドの終わり方を、実際もしてくれれば、まあ、いいんですけどね。<laughs> そうまあ、ちょっと、あの、あの、大間さんもあの方も、まあね、ちょっと残念なお亡くなり方、ね、したりしてるのを見ると、まあ、ちょっと、うんと、まあ、片手で、両手で騒ぎげたりはしませんね。まあ、そんなわけでですね、あの、まあ、掛けごと多分、これからも、 あんまり積極的にしたいとは思わないんですが、まあ私はね、人生をかけることだと思ってます <laughs>。そう。あの、私はね、あの、言ってみれば普通ではない生き方をしているかもしれない。まあ普通が何かと言ったらなかなか難しい問題ですけどね、あの、私自身は、あの、本当に一番やりたいことって でまあ、随分前に3本の柱って話をして、えっと、コンテンツ作りがあのコンテンテツ作りが私の生きがいの一つなんだよってこととあの私の性,性的な問題それに取り組むそれにまあ署名から取り組むというのがもう一つだよってで最後はこの世を変えていくんだそうこのどうしようもないあの今の仕組みの中から本当に 本当にみんなが平等に生きれる、あの、形に、仕組みを作っていくんだっていうことが、私の三つの大き、三つの大きな夢であり、課題ですよっていう話をしました。うん。まあ、その中でね、あのー、賭け事はね、いらないですよ、私は <laughs>。うん。あの、やることいっぱいありますもん。そんな賭け事にね、時間潰してる場合じゃない。うん。とはいえね、あの、過去には、あのー、ビットコインを、 大量に吸ったこともありますよ、うん、あのビットコインがあの私の手元から消えていったビットコインが今でも残ってたらまあいい額ですよ今今今日現在1ビット400円ってか400万前後ですもんね、まあ、380万ぐらいかなうんそう私がビットボックコイン初めて買った時はまだえっ、ー、と4万円になるかならないかぐらいでしたねうん そう。あの時に20ビットぐらい買ったのかなうん。確か。そう。まあそっから増えて増えて、大きい時はもっとありましたね。うん。そう。ちょうどあれはね、あのイギリスが、イギリスがね、あのユーロを脱退するっていう時だったんですよ。イギリスがユーロから脱退した後に上がり始めたんですよね。で、あ という間に1ビット12万ぐらいになり、で、まあその、その年の、その年のあの年末年始末にはもう1ビット10万超えてたな。そう。まあそれからちょっとね、あの上がり下がりしながら、まあ徐々に徐々に、えっと上がり、まあ最終的には700万超えたんだったかな。そう。うん。まあ私はね、ビットコインチャはもっともっあの、んと、 まあ全然あの、1千万、1ビット1000万ぐらい超えても全然おかしくないと思ってるんですけども、あの、私自身もね、あの、長岡で割合と、タイプ長岡で初めて暗号資産の勉強会を主催したんです。で、暗号通貨はまあ割合と詳しい方です。そう。ただ私はね、暗号通貨を、あの、 登記目的で考えているわけじゃなくて、暗号通貨が世界を変える。そう、大事なあの法定通貨、法定、要はあの、本当、政府に、政府にあの依存しない。本当にあの消費者がコントロールできる通貨っていう捉え方をしてるんですね。うん。まあ、ビットコインの,あの元々の人はとそこにあるわけですよ。そう、あの、 大金持ちに、一部の大金持ち、もしくは政府に管理されないお金っていうことだったんですけども、まあ実際ビットコインは、あの、発行数がね、多くないので、あの、本当のお金持ちがまとめて買ったり売ったりすれば、やっぱり大きく流れが変わるわけですよ。うん、で、まあ、まだ暗号通貨ってものをよく知らない人が使ってた、持ってるっていう場合もあって、あの、もうログインできなくなったばっかしに、もう移動もできないお金にする。 あの、ビットコインを移動もできない。で、もう、あの、亡くなったと同じようなビットコインもいっぱいあるわけですよ。まあ、そういう中でね、あの、まあ、ビットコイン初めの,あの暗号通貨が目指したものが、あの、本当ね、お金に、お金が増,増えていくということしか見えてない、あの、本当自分のことしか考えてない人たちによって、 本当投機目的のワーソビー通貨になってしまった、なってしまってる現状は本当に悲しいですね。うん。そう。なんでっていうふうに、本当にこの人たちおかしいね。というか、アホなんじゃないみたいなぐらいは思ってます。でも私もそのアホの中に入って、まあ、ビットコインをね、あの、投機じゃなくて、まあ、家計に買って、まあ、大量になくしてしまったっていう経験があるので、うん。 まあ今はあのそのようなことが私自身ももうしない、もうしないというか、あの、まあ、関わらないというか、そう、そしてあの、ビットコインどころか、あの、暗号資産の先の時代を見据えて、えっと、今後も行動していきたいと思ってます。まあね、あの、暗号通貨の次の時代の通貨として、いろんなものがまた考えられてますしね、そう、 時間通過にしろ、そう、いろんな通過があるんですよ。うん。まあ、そんな話もまた、あの、いずれ、えっ、ー、と、しながらやっていきたいと思います。まあ、そういうわけで、今日は撮り直しなんですけども、よろっとね、えっ、ー、と、30分になろうとしてるので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。わケあリダイエットウォーク。そう、今日は、えっ、ー、と、撮り直しということで、 まあこねでした。バイバイ。またね。